こんにちは。今回はライブラリーオブルイナ、やっていくんですが、前にですね、アーリーアクセス版として、何回かやったんですけども、今ですね、今日は収録日が2021年の4月後半なんですけども、8月半ばぐらいには製品版でコンソール版も出るらしいんですけど、それに合わせて製品版が出るらしいんですが、PC 版に関してはほぼ、最終製品版と変わらない状態だということなので、改めて最初からやっていこうかな。ちょっと変わってる部分もあるらしいんで、まだアップデートは続いていて、更新している部分とか、バグフィックスとかもあるらしいんですが、そろそろいいかなと。いうことでやっていこうと思う。では最初からやっていきます。もう忘れちゃってるけど、ひょっとしたら音楽が入るかもしれない。そこは音はカットします。ではポケットをまさぐり、道へと歩き出します。아직이곳을나갈수는없어。まだここを出るわけにはいかないよ。끝까지나는자유롭지못하네。このぐらいの大きさだと字読めますよ。ボイスもある、ボイス、聞き取れはしないですけど。분수에맞지않는꿈을품어서는안된다는거야。ロボトミーコーポレーションとつながってるんですけども、いつのことなのか、何なのか。全然プラノメ。紫の涙。一旦방식으로일을처리할줄이야。こんなやり方。뭐가어떻게된거야？이연기들은뭐고？確かに煙ってます。見出しばっけ。何かの途中から話が進む。한번만말할게。난복잡하게돌려서말하는것을정말싫어해。回りくどい言い回しが。그러니까괜히말늘리지말고묻는말에만대답해。前のあの人は回りくどかった。아でもそうでもないか。他の人が回りくどかった。물론질문도하지마。넌어디서그리고어떤목적을가진채이곳에어떻게들어왔지？どこから、なぜ、どうやって入ってきたのか。뭐야？넌누군데？아속이메스껍굴렁거리는데까무까무다스와내다리난경고했고넌어겼어다시한번물어볼게오이지도키크와넌어디서그리고어떤목적으로이곳에그리고어떻게들어왔지 그냥길을걷다가정신을차려보니여기였어어떻게들어왔는지몰라진작오른쪽다리에서피가줄줄나오잖아이런영문도모르는곳에올생각은전혀없었다고こんなわけもわからない場所に来るつもりなんてこれっぽっちもなかったの
って言ってますけども、そうでもないような感じしますけどね。난오후1시쯤에대충일어나서무작정13구골목어딘가를걷고있었고이왕나온김에목적지도있으면좋겠다싶어서이번주스페셜샌드위치를판다른헤맨팡팡이란곳에도들리려고했어헤맨팡팡아무튼당장에빠져나갈돈은많지일거리는없지1인사무소라해도나혼자서어떻게든먹고살너무길게말했어다음엔나머지왼쪽팔과왼쪽다리야목적도없고이곳으로오게된방법도모른다라넌누구지그냥평범한밑바닥해결사야빅서대체뭐야여긴넌누구고 한개만자르다가갑자기두개를가져가버리는건반칙이잖아切るって言っても決断してはいないんだ질문은내가해이름은롤랑롤랑좋아이곳은도서관이야그리고아직손님을받기전이지그런데네가갑자기튀어나왔어도서관です게스트を呼ぶ前のなのにあなたが突然現れたと이곳에초대받지않은손님은절대들어올수없도록설계하느라많은수고가들었는데말이야招待されてないゲストは絶対に入れないように設計する骨が折れた진짱내팔다리가장사미천이었는데새로구할돈도담보도이제없단말이야胃がムカムカするっていうのは、なんか、テレポートしてくると胃がムカムカするって、ロボトミコーポレーションでもありましたよね。기절했군。일어나。ほら。내다리、내팔。뭐야。멀쩡하게붙어있잖아。くっついてるって言ってるってことは、ちぎれてたのかな。이걸로다시팔을휘두르고걸을수있을거야。전에몸보다더쓰기편하도록몇가지재구성을해두었어。大構成って何なの？네가무단침입을하기는했지만、내가일방적으로아사갔으니、그에대한사과의표시야。난인내심이많고자상하거든我慢強い思いやりがある인내심이많기는개뿔이걸고맙다고해야하는거야그리고그뭐냐아직도경고가유효한건아니지그래네가기절해있는동안나도몇가지생각을해봤거든그치까강릉에도시대결론은이거야너는이곳에서나를도와줘야겠어ここで私を手伝うと応答にしたら普通の会話なの뭐 요즘조직에서는이런식으로도납치를하는건가아니면이곳은날개낀곳이야특이점연구실험대상자들을여기저기서납치한다고하는데내가아는사람도그런실험의피해로차원을넘나들게됐다고아결국내팔자가그렇지여기는도서관이야어떤조직을말하는지모르겠지만적어도날개는아니야관심없어스바사대원모든건에난여기에갇혀서무언가를착취당해야하는거지 그래너를살려두는이유는두가지야첫번째초대받지도않았는데이곳에들어온것에대한분석이필요해이유도모르고너를밖으로내보내거나살려두는건도서관에있어서크나큰위험요소야뭐이제너도내허가없이나갈수없는몸이지만두번째난이제부터도시에대한책을얻으며단하나의절대적인책을구할거야이과정을도와주면돼넌도시에서살고있는인간이니까여러가지도움이될거라기대하고있어언젠가이렇게될줄알았어
쥐도새도 모르게 사람들은 사라지고 고깃덩이가 돼서야 발견되고 그러니까 한국어 演技とか 없고, 아, 아무리 와칸나이라고 비웃었는데 막상 당해보니 이건 조심성이고 뭐고 전혀 상관도 없는 거였네. 목숨에 대해서는 걱정하지 마. 너는 이곳에서 내가 허락하지 않는 한 죽을 수 없어. 젠젠 미치광이 연구소 같은 부류였나? 산채로 옥수수랑 태엽 같은 걸 뱃속에 쑤셔넣고 입에서 팝콘을 쏟아내게 하는 뭐 팝콘 기계인가 같은 걸 만들려고 그런 거야? 완전 꽝 중에 꽝이구만. 그냥 깔끔하게 죽여주는 게 더 나을 텐데. 앞으로도 또 그런 개소리를 하면 그 말대로 팝콘 기계 인간이라는 것으로 만들어줄게. 난 말같지도 않은 소리에 일일이 반응하는 개짓거리를 너무나도 오래 반복해왔거든. 죄송합니다. 정식으로 인사를 할게. 내 이름은 엔젤라. 이 도서관의 관장이자 사서야. 엔젤라. 좋은 이름이네. 와라이카타. 그래서 내가 뭘 해야 하는데? 우리 다르카 니테마스네. 오토모드니시모. 도서관에 초대된 손님을 응대해주면 돼. 내가 어떤 손님을 부를지 구심하면서 초대장을 작성해서 손님을 부를 거고 넌 초대응에 도서관에 온 손님을 접대해주면 돼. 넌 실제로 도시에서 살아왔고 해결사일까지 해봤다고 했으니까 다양한 손님들을 나보다 더 능숙하게 접대해주겠지. 다르카니 니테르っていうのは 전작의 안젤라, 마, 카미노의 이로와 이슈ですけど 미지카쿠나테모스. 표정적으로 로보토미 코퍼레이션의 안젤라 というよりは 別の 1人 니테る 気がします. 너세이でしょ? 分かりません. 뭐 그래봐야 퇴물이 된 구급 해결사지만 말이야. 접대라는 것은 뭐야? 바람잡이나 웨이터 같은 일이라도 하는 거야? 말 그대로 입장한 손님들을 상대해주면 돼. 물론 물리적인 의미에서. 도서관은 손님들에게 시련을 주고 그 과정에서는 책이 펼쳐지기 마련이지. 시련을 극복한 손님은 책을 얻을 자격이 있는 것이고 응대하는 과정에서 네가 죽더라도 그건 잠시뿐. 도서관이 폐간하면 넌 다시 일어날 거야. 이곳에서는 내 허락 없이 잠들 수 없거든. 너 혹시 해결사에 대한 무슨 환상 같은 거 가지고 있는 거야? 그것도 구급 해결사한테? 난 그렇게 다재다능한 해결사가 아니야. 내가 할 바는 아니지. 매뉴얼은 준비해뒀으니까 방법은 적당히 찾아봐. 나도 知ったことではないわ. 안젤라산, 전회의 오토미 코퍼레이션의 안젤라산 もうちょっと 優しかったような気がするんですけど. 気のせいか? 읽어보니 대충 뭔지는 알겠어. 그래서 이 초대장은 어떻게 보내는 거야? 초대장을 펼쳐놓고 손님들에게 대접할 책을 등록하면 돼. 그러면? 초대장은 자연스럽게 전달될 거야. 준비된 책이 필요한 손님들에게. 그렇게 얼렁뚱땅 진행된다고? 초대장은 도서관과 마찬가지로 많은 정성을 쏟아서 빚어낸 내 작품이야. 그래, 나침반 같은 것이라고 생각하면 이해가 빠르겠네. 방향을 알려주는 그 나침반? 맞아. 초대장은 내가 얻고자 하는 단 한 권의 책으로 인도해 줄 거야. 그리고 책에 따라 초대장이 붉게 변할 때가 있어. 붉은 초대장은 이야기가 흐를 수 있도록 하는 손님들을 알려줘. 붉은 초대장이 의도하는 것과 어긋나면 이곳에서 멈추게 되는 거지. 초대장을 받는다고 그 손님이 반드시 온다는 보장은 없잖아. 있어. 그렇게 되어 있거든. 그리고 손님들은 자신의 의지로 초대장을 받고 도서관으로 입장하는 것이지. 도시치고는 굉장히 점잖고 공정한 방식이네. 대부분은 타이에 의해서 동의도 없이 목숨을 잃기 마련이지. 아무튼 그래서 책들을 얻은 다음은 어떻게 되는 건데? 도서관은 창대한 가능성의 공간이야. 나조차 아직 도서관의 무한한 공간과 힘을 헤아릴 수 없어. 그렇기에 책들을 통해 도서관을 채워가며 완성해 갈 거야. 그리고 손에 넣을 거야. 나와 이 도서관을 완성시켜줄 단 하나의 완벽한 책을. 완벽한 책이라. 그 책도 분명 내가 아는 책과 다른 의미의 책이겠군.
と。スキップはしないですが、音はちょっと消してます。かっこいい音楽なんでね、ぜひ、これ音楽単品でもまあ検索すれば出てくると思います。うん。やはり前作のアンジェラなのかな。かっこいいね。あれ？右側アンジェラ。音楽かっこいいんですよ。なんていう曲かわかんないんですけど。あ、でもあれですね。スチームとかで、ライブラリーオブルイナで検索すれば多分曲は聴けるんじゃないかな。ただこれフリーの音楽、歌じゃないので、今消してます。このオープニングもアニメーションもすごいですね。歌詞全く読んでないですけど。たった一つの本っていうのは何なんでしょうね。ライブラリー・オブ・ルイナ。ゲストの設定、接待は招待状をゲストに発送することから始まる。あらぬ噂。これひょっとして아직이곳을나갈수間違った。前に戻っちゃった。はい。あ、これスクロールできるんだ。ここをクリックして変更するエピソードを選択し、字がちっちゃくてこの辺見えないかもしれないですけど。書いてあることは、字で言ってたことですね。エピソードを進行するために必要な本。何かの本。なんかな。赤い字になったときは、ストーリーが進むってこと。状態上送る。発想。いや、꼬물거리지말고빨리담아。スバイ협회놈들이언제올지몰라。スバイ協会つらが。スバイ協会って何でしょう。나름대로최선을다해담고있는거라고。焼き鳥みたいなの。이자신몸에들어있는게요상하게달라서이쁘게뜯어지지않아。이딴신체개조시술은들어본적도없는데。아무리봐도내장상태가이상해。정말로말이야제인장발소리가가까워지고있어깔끔하게잘라낼생각하지말고그냥잡아뜯어서담기나해이대로는우리모가지가떨어질테니까어몸속에왜이런게들어있는거지뭐든간에일단담아시간이정말촉박해얼추됐어뛰어아슬아슬했어간도크다피트치바이협회담당구역에서이런짓을벌이다니우리에게남은건이런일들뿐이야아치바이교과에는심한올라가야돼반드시내꿈알지언젠가뒷골목의손가락중하나가되는거그래하얗게나서놓고자한번수학성과를볼까그냥여매나이그래하얗게났죠너희장난해이거제대로담은거맞아
그래서 말했잖아. 제대로 된 장기가 들어있지 않다고. 이렇게 아 これで 見逃しちゃったところは読めるんです。まあどうしても気になる人は<笑>多分再生リスト分けてると思います。別のうーんと完全リリース前のあれなんていうんだベータ版って知ってたかな。忘れちゃった。 どっちの見てもらえれば設定でちょっとボイスの音量下げたいんですが今設定触れません。なんむしゃな遠距離ガトンにあげちゃれじゃねえじゃん。遠距離ガトン出てきた。이건이미누가여기저기다대수준이잖아抽出してたんだ。俺も분명마치지로만처리했어전혀손안댔다고 그러면 이미 여기저기 내장이 터진 상태로 거리를 돌아다녔다는 건데 혹시 그거 아닐까? 요즘 들리는 소문에 의하면 산채로 사람을 꿰어서 인형으로 만들어버리는 놈이 있다고 들었는데 그건 나도 주워들은 게 있어서 알아. 하지만 이 내장을 봐라. 전혀 다르잖아. 그 인형은 살이나 뼈를 꿰매서 만들어졌다고 들었어. 그런데 이 자식은 상처 안 없이 멀쩡했다고. 그러고 보니 목덜미에 동그란 주황색 문양 같은 게 있긴 했지. 문신인가 싶었는데 그런 걸 할 만한 놈은 아니었어. 일반적인 회사에 다니는 샌님이었으니까. 문양? 문신? 개장! 설마 이상한 벌집을 건드린 건 아니겠지? 그거 말고도 이런 종이봉투도 몸 안에 들어있었어. 봉투가 몸속에 왜 있어? 갈수록 대산이군. 이리 줘! 도서관의 주대장. 뭐야 이건? 책? 도서관에서 책을 얻을 수 있다고? 무슨 뚱딴지 같은 소리래? 아, 결론은 꽝이네. 상납일은 내일이야. 정확히는 7시간 정도 남았어. 새로 내장 담기를 하기엔 빠듯한데. 이 초대장에 적힌 도서관이라는 곳으로 간다. 책이란 게 뭔지는 모르겠지만 선택지가 없어. 지푸라기라도 잡아야 해. 나는가 와깝네. 이거 그냥 자살 행위 아니야? 어떤 곳인지 알고 간다는 거야? 상나비를 못 맞춰서 걔한테 죽든 치바이 놈들한테 잡히든 그게 그거야. 살고 싶으면 입 닥치고 따라오기나 해. 지금 본 것은 초대장이 보여주는 과정의 파편이야. 방문할 손님들의 이야기를 엿볼 수 있지. 엿보기라니 취미 한번 고약하구만. 어떤 손님이 방문할지는 미리 알아두는 게 여러모로 편하잖아. 그리고 이건 내 뜻이 아니야. 초대장의 뜻이지. 그 초대장의 기능이 참 대단하네요. 엿보기도 하고 납치도 하고 범죄 특화도구나 아주. 이왕 이런 기능이 있는 거 번거롭게 손님 같은 거 안 받아도 되는 거 아니야? 그냥 훔쳐보다가 어디 함정만 설치된 방으로 강제 이동시켜서 죽여버리지 그래? 그래서는 안 돼. 손님의 의지로 직접 이곳에 온다는 결과가 정해졌을 때에만 엿볼 수 있는 거야. 그리고 초대장이 내 온전한 힘인 것도 아니야. 나도 빌리고 있는 것뿐이지. 그래 그래. 오유 소시에서 그렇게 일이 쉽게 풀릴 리가 없지. 그나저나 절박한 손님들이네. 혹시 저 문양과 터진 내장도 초대장의 효과 중 하나야? 그럴 리가. 전혀 관계없어. 초대장은 응당 받게 될 손님에게 도착할 뿐이야. 그러면 저 요상한 일은 다른 누군가의 짓이란 거고. 해결사 생활을 조금 하긴 했어도 저런 현상은 처음 봐서 말이지. 마치 유적의 유적? 제키노? 나도 잘 몰라. 제키네. 그냥 들은 것뿐이니까. 아니다. 마법이라고 해야 하나? 아무튼 그런 것들이 유적에 있다고 하더라고. 뭐가 됐든 우리는 손님을 맞이할 뿐이야. 수준이 낮아 보이지만 어쩔 수 없지. 저놈들은 뒷골목의 양아치들이나 떠돌이들일 거야. 쥐라고 불러. 조직이라고 부르기조차 민망한 어중이 떠중이들이지. 돈도 없고 힘도 없어. 당장 하루의 벌이만을 바라보는 패배자들이야. 이건 내 얼굴에 침뱉기 같은데.
뒷골목. 알고 있어. 그래? 아는 사람 중에 뒷골목 출신이 있었거든. 뒷골목 출신이라고 특별할 건 없지. 뒷골목은 도시의 혈관 같은 것이니까. 오히려 뒷골목 출신이 아닌 사람을 찾기 힘들걸? 이곳이 도서관인가? 생각보다 번듯한 곳인데. 어쩌면 돈 될 만한 것들이 꽤 있을지 몰라. 환영합니다, 손님. 이곳은 도서관. 저는 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다. 이곳에서 당신이 원하는 것을 찾을 수 있지만 당신의 소중한 것을 내놓게 될 수도 있답니다. 네가 이거 주인이야? 여기서 원하는 건 다 가져갈 수 있다는 거지. 그렇습니다. 정확히 말하자면 책을 얻게 됩니다. 물론 그럴 수 있다면 말이죠. 책이란 게 과연 돈이 될까? 정보의 가치가 높다면 물론 돈이 되겠죠? 망치! 우리가 지금 똥오줌 가릴 때야? 당장 뭐라도 붙잡아야 한다고! 그럼 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. 接待に参加する、師匠。詳細な情報。スキル攻撃。突く攻撃弱点。なんだと。これが全員。精神攻撃は、と同じです。バトルページ。選んだキャラクターが接待に行って、利用するバトルページを確認することができる。はい。デッキ構築型の、バトルと。ローラ。で、これがゲスト。ピートとレニーとマーチ。で、ピートは、このキル攻撃に弱くて、突撃不利。で、これも弱点。で、バトルページ。はい。開幕ボタンを押したら、開始。これは、打撃に弱いね。はい。で、これ、ページを選んで。多分、ここを、回の限度オーバー、これ以上持てないって。回避、軽い攻撃、軽い攻撃。回避は取り除いて。たいところです。あれ？あ、重なるのか。それともこの今回はデッキが変えられないのか。とりあえずまあこうしておきましょうか。保存ってするほど何もないです。バトルページと比較ない。ああそうか、これを保存しているページを装着する。コアページ
보라는 뭐. 約定が変わるんですね。では、やっていきましょうか。あ、ちょっと待って。ああ。めっちゃあったな。戦闘中メニューを開けたら開けない。ダイス。ダイスの横にある能力が該当するダイスを使用するときに条件によって発動します。的中するか、ダイスバトルに勝利。では発動。バトルページを使用するときは光を消耗します。これはメニューは、 ぐらいにしとこうかな。それで、なんか言ってますね。速度ダイス。はいはい。順番ですね。クイックモード、オン、オフ、風にしておく。はい。これを押して、この順番で、 攻撃するんです。なので、こっから、はい。この人は、弱いのが、これですかね。で、攻撃防御、 1、2、ね。これは大きく消費しますが、防御、これでいくより、ちょっととりあえず、これを仕掛けていきますか。はい。クイックモード、オン、オフ。ダイスを自動で止めて戦闘をスムーズにします。 バトルページの自動指定。相手はランダムに。おー。あー、オートモードってことだ。余裕で勝てるって時は、これで。辞書とゲストたちの攻撃対象を知ることができる。 キーボード触るのがめんどくさいので、ホット。はい、変更。クイックモードはオンにしよう。これは、うん、コーストランダムなんですか。これを、こうで。はい。 大体この辺は一緒でしょうね。はい。倒しました。ここで攻撃は受けると。はい。お、4に増えてる。攻撃を受ける際、体力ゲージを受けると体力は減少。0になると死亡します。 死亡したゲストは本に還元される。感情レベルが高いほどゲストが、価値の高い本や普通の本に還元される。じゃあまずこれを押して。
で、1なので、同じタイミングで来ますね。どっちから行くか。あ、2、こっちの方が早い。じゃ防御しておいて。まあ、どっちに攻撃してもいい。先に攻撃されるので、ガードを持っておいて、あ、いや、これ、この場合、ガードは効くんだったか。この人の弱点はこれ。この攻撃あった。はい。いや、普通ぐらいの。あ、これが弱い。突撃。これにしとこうか。ガードしないといいと思うんだ。しょうがない。これしかない。バッティングしちゃうのかな？いや、これ多分しないんだな。一回やられて、この攻撃っていう感じだったと思う。あ、違った。混乱状態になると、うん、怖くなる。で、これなんだっけ？この攻撃ないんだよ。これやってもこうとはいかないはずなんだよ。とりあえずこう。しましたね。接待にて得た本に関する情報。接待を通じて得た戦闘表彰。そうそう、なんか装備みたいなのがもらえる場合があるんですよね。この辺もロボトミーコーポレーション閉幕。はい。で、こんだけ本が取れましたよ。で、この上を吹く少年っていうのと、しぶとい挑戦者っていうのが取れた。では、閉幕。조직에속하는것이그렇게도중요한일일까어오또안나도시에서살아가려면어쩔수없어조직이든어디든간에자신이속할집단을구하지않고서는살아가기힘든곳이니까이도시는예도키の会が開放。新たな課題が追加され、得た本を燃やすことができる。で、本を燃やすことで、この戦闘に使える札がもらえるんですよ。これらが得られる可能性があります。最大20冊。こんなにあってもしょうがない。9。これ
그래도 우리 줄 거면 はい、パンチのペイヒートのペイこれらの攻撃あこれは結果確認してくださいってページですランクがありますよでレニーのパンチのペイマーチのペイ一人ないでこの攻撃を使えるともう一つ燃やしてみましょう二つも燃やさなくてあーもう一回ネズミの本は招待をするときに使うのでないなもう一回これできたかなヒートのペイまあ全部持っとく必要はないかもしれないこれで OK ですねどこコアストーリー本アラヌロフミベニーのフミツを一つ教えてあげようかイートみたいに夢がある人生は厳しいっての翼に入社することも小さな組織にも属せない惨めな今よりもっと若かった頃の私は気に食わなかったネズミたちが入試村目を叶えようと両親のズボンの裾を引っ張って肌をこねて入試村ってなんだろう夢を置いても無駄ってことよみんな諦めたんじゃそもそも夢を叶えられるくらい立派な人ならこんなとここんなとこに足を踏み入れたりしないし分かるでしょうヒートのやつはバカだそうかヒートは夢を持ってた裏路地にも裏路地ごとの階級があるんだでも人間を階級で分けるような社会はクズです掃除や組織や事務所教会説明が出てくるのかなこれ掃除やっていうのはちょろっとロボトミコーポレーションに出てきましたに掃除屋が来て近所を一掃したうわこの辺じゃよくあるかなヒートのペイ路地裏で単独行動する奴らはあんまいないそっかヒートはまあ底辺だけども一匹狼みたいな感じでまあ二人仲間はいるけれど手積みたちに夢と呼べるってものがあるかあるとしたら組織に所属することだろうなそっか
なんかピートは頑張って組織に入れるように仕事をしてたけど、なんかミスっちゃったみたいな。入試村、翼に入るための試験が入試村ってとこなの。入試村のやつらにしろ、俺たちみたいなネズミにしろ同じだ。つまらない実力で馬鹿げた夢を見ている。事務所にしろ翼にしろ組織に良いところに入るのはそんなに簡単だと思ってる。こんな人生でもみんな満足して言ってるんだ。でもな、俺は夢を見たかった、ね、夢は見た方がいい。で、コアストーリーは、さっきのムービーのやつですね。ここ6個かかってるな。いや、ないってこと。わかんない。変われない。ここ。出てる。あ、なんか出る。本を燃やすのはさっきやったから。図書館。はい。一スロット。ここはさっき、はい、現在装着中のバトルページで所有している全てのページで、まずコアページ、はい、でレニーのマンチピート一つ、はい、これで、弱点とか体力が、このページに準じたものになるんですね。なので、このネズミの人たちは、基本体力40で、精神力20。なので、今のローランより能力が高いんですが、弱点が違うんですね。上から体力だけ読んでいく。これを普通弱点脆弱とで、マンチが、弱点脆弱普通、順番が違うんですね。で脆弱普通という感じになってます。で、まあ次の相手をいらないと弱点回避とかできないので、とりあえずこのレニーを到着して選択したコアページの情報、バトルページのパッシブスキル、体勢を確認する。パッシブスキルとかあるんですか。コアページの情報ボタンを押して、はい、でこれで入れ替わった。はい、でこのページがないんでね、これを入れ直しましょう、ね。それから強化されたペンない。辞書の情報確認しておきましょう。カスタマイズ、表彰、はい、さっきもらいましたね、2つ。で、バトルページリスト、エニーのページ、あ、コアページ。はい、まずカスタマイズですが、はい、調合、アンジェラのローラ、図書館のローラ、上服ローラ上服いいですね。上服ローラ、上服少年ローラこれいいですね。
笛吹召使いローラ、笛吹少年ローラ、これいいですね。はい、いいよ。外見、外見は変えられんのか。いいと、まあ、装備を外す。ああ、なるほど。デフォルトがこれで。このハンマー持ってるのが好きなんです。なんだろう。はい。で、顔、表情。ああ、これは変えられない。はい。で、これが、これはよくて。なんだっけ、笛吹く、防災、あ、これか。 2% の確率で困難ダメージ量プラス1。ネズミとの戦闘でピーとレニーマンチを一人で全員、体力プラス1、笛吹く少年余裕だぜって感じ。ああ、で、笛吹く、よくわかんない。ここで、見せる見せないって。この頭巾みたいなのがいい。はい。これで、これでいいのかな。で、バトルページですが、こう強力なのばっかり入れてても厳しいんですね。なのでこれとこれ複数持ってるんでバランスよく、この3って数字が光を使うんです。でもう一つ、これからこれとこれも入れて、でこれとこれとこれとこれ、こんな感じでどうかな。とりあえず今は保存しなくてもいいかな、最初のページなんで。保存ってすると名前をつけて保存しなきゃいけなくなった。これで多分いい。はい、で、またここ行くと次のストーリーが始まるわけですね。ここにネズミの本を追加してっていう感じになってきますね。はい。多分セーブされてると思うので、今回はここまでにしておきます。はい。だいたいルールは一緒ですね。ただチラッと始める前にマニュアルを見たんで、なんか知らないことが書いてある。ちょっとこのマニュアルは長いんで、はい、今回はこれぐらいにして、次回また、続きをやっていこうと思います。ここまでは、ベータ版と特に変わらないです。はい。
で今回はここまでにしときます。ほんじゃまた。